そっか、兄さんそんなことを。うん、いよいよお別れだね。そうだな。私吉田さんのことが好き。正気かよ。うん、私本気だよ。何度も言わせんなよ、ガキには興味ねえんだとはできない。そっか、ガキじゃなくなったらチャンスある？お前が立派な社会人になったらありえなくもないかもな。じゃあ待ってて。待たねえよ。お前を待ってたら俺はおっさん通り越してジジイになっちまうだろう。正しい人生を歩んでいってくれよ。それは無理。待っておけるわけないじゃん。吉田さんが待ってなくても絶対また会いに行くよ。わかった。それじゃ。うん、またね。おかえり。うん、最後に言いたいことは全部言えたのかい？最後じゃないよ。じゃあ頑張らないとな。